鳥居みまさ社宮は岡山県津山市にある神社。正式名称は僧社みま国僧社で旧社格は県社。古代国史は各国内のすべての神社を一宮から順に順配していた。これを効率化するため、各国の国府近くに国内の神を合祀した僧社を設け、まとめて祭祀を行うようになった。 当社はそのうちの三政加国の僧者にあたる。社殿によれば、金明天皇25年に現在地より約1キロメートル西に、ある本館に、大名討の命を祀ったのが、始まりという。ただしその根拠は不明で、室町時代末期までの当社の遠隔は明らかでない。奈良時代初期の和道6年に、備前国北部6軍を分割し三政加国が設けられ、和道の7年には、 国府が置かれたと伝える。その後、三雅坂国史により現在の吉光山に遷座すると、共に中山神社、高野神社など、三雅坂国65号すべてを行使し、三雅坂国宗者と定められたという。鎌倉時代に入国府は捨てれたが、当社は美坂三雅坂参大社の一社として推計されたと伝える。確かな文献により、当社の遠隔が明らかとなるのは、 a 6十2年、当地に進出してきた毛利元成により、所要が安堵されて以降である。その後は、領主からの推計は厚く、江戸時代には、津山藩主の森氏、松平氏から、車両の寄進も受けた。明治維新後、近代社学制度において県社に列したほか、新鮮平白領とも新神社に指定された。説末者、ありがとうございます。